スエンハハハアガムシェイク恋の模様。アイドルの真似は家でよくしてて、ぴょんぴょん飛び跳ねてこうキラキラしてるイメージがあったので、トランポリンの上で YouTube 流しながらこうぴょん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 やってました。ずっとバレエやってる時から YouTube 見て自分で家で真似して踊ってみたりとかもしてたので、滑らかな動き以外にもダンススキルを磨きたいなと思ってダンス部に入りました。高校の時にオーディションが開催されるっていうのを目にして、もう絶対にこれは受けようって決めて受けました。センターすごく嬉しくて、でもセンターがしっかりしてないとバラバラに見えちゃうと思うし、私が立っていくぞっていう気持ちでみんなをこうまとめられるように頑張ります。